皆さんこんにちは、河合圭介です。本日2024年1月の18日、17時23分、先週の土曜日にサタデーステーションの終わりの方で板倉アナウンサーが、まあ、僕の心の声の方の、まあ、もう喋らないっていう言葉、もう喋れへんっていう言葉を受け止めていましたけども、やっぱりテレビに向かって喋ったら睡眠不足にさせられるから、寝れなくさせられる。で、これは自分から世に公表してるものであって、テレビに向かって喋ってるではない。で、今頭の中すごい取られよ。もうこのコンピューターの頭の中の取りたがり、もうスポーツ業界が一番あかんから、本当に。まあ、エネルギーの残存の問題からいきますと、自動車メーカーと、まあ、建築業界なんですけども、この間関西の報道番組の、ミヤネ屋という番組の宮根誠司さんに、年間の 自動車のね、世界的な累計販売台数が約8500万台と、昨年2022年のこのままだったらエネルギーの消費はずっと加速するっていうことを言ったんですが、そしたらもう台数のところに驚かれて、もうこれ報道各社と、あと国会議員の人たちとか、もう世の中の本当の世界中の政府上層部の人たちだけじゃなくて、もう末端の人たちまで、もう社会人として働いてる人たちまで、もうすべて、これは作りすぎですから、明らかに。もう世界中で生産量を100分の1以下にしなかったら絶対無理。100分の1にしてもですよ、85万台以上なんです。その85万台って、8500万台っていうのは、年間のね、昨年の。EU の一部の地域のトラックとバスの生産量は、加算されてないらしいです。あと、南米の方も、南米丸ごと、車の生産量、加算されてないらしいです。それでその数字です。だから、多くの人が車を所有する生活なんか最初から無理だったんです。で、100分の1に減らしたところで、新車で作ってしまったものですから、まあ大体10年以上は大体皆さん乗ります。っていうことは、10年間、世界中で15億台出回ってるんですよ、車。10年動かれますよ、確実に。以上。10年以上、15億台が稼働することになるんですよ。だから、100分の1まで生産量を、低減させたとしても、それだけで本当にまだどうにかなるかどうかわからない。で、建築業界に関しては家作りすぎ。で、高いビルを建てちゃダメ。理由は、電気を使って水を、タンクに汲み上げていたりだとか、山の上とかに貯水用のタンクとかあったりしますから。で、大きなやつですよ。直径、例えば30メートルなり、高さが10メートルなり、そういうふうな。で、その、エレベーターがたくさん稼働するでしょうっていうことは、それだけ電気がたくさん必要になるっていうことであって、エネルギーの消費につながるのであって、もともと世間に対して賢く見せてた大学生がね、大卒のものが結局高いビルを建て始めるでしょ。だから大卒ほどよく世の中のこと分かってないです、本当に。税金のこともね、もともと総理は高卒がなってましたから、途中からですよ、大学とかできていったのは。一番最初、どうせ東大でしょ、東京にあったから。もう大学はね、もうどう考えたらいいかって言ったら、まあ一般人の人も見てるでしょうから言っておきますけども、東京に大学があるから東大で、京都に大学があるから京大でやって、ランキングなんかもうどうでもいいんです。世の中のことをしっかりと分かっている行動ができたかどうかなんです。いいですか？税金の得方とか、そういうふうな形でね、エネルギーの残存量問題を全部無視して、高いビル建てたりしてたのであれば、国民からの票があったとしても、それはテレビ通して国民を騙してきたのであって、で、そこに賢さよりもずる賢さがあったっていう結論になるんですよ。これどうしても。で、報道関係も正しい情報を言ってくれてなかったでしょ。だってこの間の報道ステーション、今週ですよ。火曜日ぐらいかな。月火のどちらかですね、報道ステーションだったと思います。で、
自動車世界の販売台数出回ってる台数が10億台って言っていて、ちゃんとしたらその多分こっちの方が絶対本当だろうなって、一つ一つの国がトラックバスが、何台、普通乗用車がね何台販売しました生産しましたっていうような内容のもの世界中ので、ただその EU の一部の国のトラックとバスの生産量に関しては分かりませんと、南米に関しての生産量は分かりません、小さな文字が書かれてるんですあ、まあ多分こちらの方が本当だろうなっていうことで、あ、だから報道機関は結局車作らせて CM 料金欲しかったっていうことなんでしょ結局。だから明け方と夜中の番組全部なくしたいんですよ。で余計な経費かからなくて済むでしょ。でテレビ局2社2社合併、ここまでできたら大丈夫じゃないですか。100分の1に生産量低下してね CM いらないいらない、車の CM なんか本当に必要な人だけ買いに行ったらいいから、だからテレビの CM で車なんかいらないいらないっていう話になるんですよ。もうこれが本当の話で、それできなかったら絶対にもう無理ですから、もう出回ってしまった後だから、去年の終わり頃の方に2024年4月に世界中で、ガソリン車の販売停止、電気自動車補助金なしで販売それだけっていうことにしてほしいっていうことを、YouTube で投げかけたのはそういうことです。でまあ最初の冒頭の話に戻りますけども、まあ、よほどのことがない限りねテレビに向かって喋ったりはもう私はなかなかしないと思います。投げ出してるわけじゃないですよ。できるだけこういうような形で YouTube で発表するような形で、あとは皆さんがちゃんとその内容をね受け止めてその通りに行動あとはできるかどうか、それできなかったらガソリンどう考えても足らないんです。まあ、2020年のデータで、まあ、11年ぐらいで、石油採掘可能埋蔵量となっていたところは、アメリカ、ブラジル、メキシコ、中国。まあ、大体約、まあ、20年以下で見ると、まあ、約20カ国ぐらい。もうどうしようもないですね。だからもう車が出回ってしまった以上、もう4月に早急にそれしなかったら、車が出回ってしまった以上、アメリカとか1日の生産量が1万バレルぐらいだった、ああ、1000万バレルぐらいだったんですよ。アメリカとロシアとサウジアラビア、この3つの国が1日の石油の生産量を、まあ、1、2、3を争っていた。っていうことは、採掘するペースがアメリカはものすごく、早いと、まあたくさんの量を採掘していたと、その分が採掘できなかった時に他の国で補えるかって言ったら、もともと残りのどこの国もあんまりないんですよ。あるとしたらベネズエラとサウジアラビアとロシアとイランとイラク、大体この5つの国がベスト5、まあ他の国がここにどこかの国が割って入ってくるかもしれませんけど、まあ基本的にこの5カ国だと思ってください。技術的に採掘可能埋蔵量ですよ。で、ベスト5。追いつかないと思いますよ。採掘が。まあもう本当にそうしなかったら無理。で、まあオリンピックももちろん解体。で、万博論外。高速道路新しく作る、早く告訴されてくれっていうこれは本当大真面目な話、これ笑いながら言ってますけども、全然本当は笑い事じゃないから、人口はずっと縮小していってるのに高速道路を作ってしまったね、車さらに売るつもりですかって、人が少なくなってるのにって、むしろ逆で車を買う人を少なくなってもらって、例えば65歳以上の人は免許証を強制返納してもらって、自動車も売ってもらう、うん、売ってもらわなかったらどうせ無免許運転し始めるから、もう今まで何回もそういうニュースしょっちゅう流れてますから。で、まあ市場に車が、まあ溢れかえる、世界中でねそれを行うと。で、ただ車は走る量は減る、
できるだけみんな電車バス徒歩にしようを呼びかける。で、まあ多くの人がその意見に賛成してそういうふうに行動してくれたら、まあ道路は救う。人口はだって減っていってるんですか、ずっと。2003年に特に個人情報関係が出来上がってからずっとこうなってるんですか。男性女性の生まれてきてる人の数がもうこう近年で男性40万人女性40万人くらい。まあ万博関係の高速道路だけで多分超使われてますね、間違いないですよ。兵庫県のその湾岸線のところを妙谷まで、延長させていった、まあ、ものと、加古川の方でも高速道路、作ろうとしているの、見かけていますね。他の都道府県でもあるみたいですね。高速道路延長させていて、つなげていたって。だ全部それ、もともと必要なかったんですよ。もともと主流だった阪神高速とか山陽自動車道とか、ああいったものだけでよかった。だって車の量は減っていってる、人間が減っていってるんですから。まあ世界的に見ると生産量はすごく増えていて、中国なんか年間の販売台数が中国だ1カ国だけで3000万台。もうどうしようもないですね。中国の方も今基本的にエネルギーの残存量問題にしっかりと向き合うような状況じゃないみたいなんで、まあどこの国も多分そうなんだと思いますけども、極端なことを世界中で一斉にしなかったらこれはもう無理ですね。でこれは先々エネルギーの残存量問題で直面する我々の意見っていうものを、最優先で、受け止めていただきたいっていうのは、正直ご老体の方たちってね、例えば65歳以上の方たちとか正直こう思ってるもんはありません。自分が生きてるぐらい、生きてる時ぐらいは石油ガス輸入できるだろうって、石炭と。正直それあると思うんですよ、世界中で。で、世界中の政府上層部の人たちが老人の時点で、もう絶対アウトなんですよ。そうなっちゃうから。まあもうこれが現実ですから、まあマスコミ関係の人たちも、正直こういうことをはっきりと言えないんだったら、年配の人たち全員抜いてっていうことになるんですよ。もう50代だろうが、なんだろうが。いらないから、本当に。社会全体への迷惑のかけ方がちょっとえげつなすぎる。まあまだ僕は世の中のことなんとかしたい方だから、まだ投げ出してないからこういうことを言ってるんですけども、まあ正直やっぱり僕も正直思ってますよ。閲覧者数見たらわかるから、僕一人が言ったところで多分世の中変わらないんだろうなって。まあ、今のところ僕にある悔しさっていうのは、以前も言ってましたけども、1998年フルツラバーク勤務時に日テレの方で放送された19時から21時の番組、まあ、それは僕から言った内容で、コンピューターが描いた未来はどうなってますかで、グラフィック面。だから、その当時日本にそれだけのコンピューターの AI のグラフィック技術があったかどうかわからない。だからアメリカの方が本当は技術提供をして制作した映像のものかもしれませんけども、まあコンピューターが一番アメリカは進んでますから。で、まあその時の内容は、そのエネルギーの残存量問題が解決できなくなって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなる、まあ、人間が食料の奪い合いをしているような映像は意図的に省かれているものなんですけども、まあ、僕からもそう言ったかもしれないですね。さすがにそれはまだ入れん方がいいだろうとか、コンピューターが考えたんですよ、いろんなことをね。で、どうなっていくかってグラフィックで表現して、人間は死滅していって、まあ、例えば東京とかね、大きなビルがたくさん建てるじゃないですか。ああいったところが、まあ、木が生えてきたりとかね。あんまり時間かかんないですよ。長崎の軍艦島見たらわかりますから。昔、石炭の採掘してたんですよ。第二次世界大戦ぐらいの頃まで。で、その軍艦島の、集合住宅が
あって、そこに学校とかもあったんですよ。で石炭をね、その島で、採掘して掘っていて、でそこはもう何十年も前に閉鎖されてるんですよ。でそこの軍艦島のその集合住宅、要するにコンクリート造りのものですね、そこから木生えてきてましたから、あんまり時間かかんない、そうなるのは。だからその辺もテレビで何回か放送してもらってるんですよ。だけども世の中全体的に見るともうどうしようもないです。でも、ね、ホームページ淡井圭介の歴の90番皇室へのメッセージ、そこ見てもらったら分かると思うんですけども、とあるインターネット先へアクセスできます。それは世界中の国の、乗用車の生産台数だとかトラックとかバスの生産台数が、まあ、一覧表として載っていて、で、まあ、何年前が何台だとか、例えば 2,3 年前が、7000何百万台、だからたった2年ぐらいで、1000万台ぐらい生産量増えてるんですよ、車の。もう絶望的。世界中の、政府上層部とか報道関係の人間も含めてですよ、議員さんたちとかも現状理解しているのか理解していないのかなんですよ。理解していてそれだったらもうもっとまずいですね。完全にもう放棄してますよ。自分が生きてる間だけあったらいいの考え方。一応 COP28 では2019年対比で、2035年にはエネルギーの、現在使用されているエネルギーの削減を 60% を目指してるんですよ。そこに向かって進めていこうとしてるんですけども、今ある太陽光パネルの生産とか上げたり、風力とかあと地熱発電とか、それだけだったら全然足らないんですよ。全く足らないです。それで今まで消費してきたガソリンの 60% だとか、石炭の 60% だとか、ガスの 60%、さらにはウラン鉱の 60% 削減、絶対無理です、どう考えても。河川水門回収ダム発電とか地下水流トンネル発電を全て整備、して、それプラス、まあ、太陽光パネルとか風力、今生産量上げてますけども、世界中で、それももちろん継続してできる限りのことは頑張って増やそうとする。それプラス根本的に車の生産やめなかったら無理なんですよ。100分の1とかにしなかったら、100分の1以下とかに。で、あとは家に関して、集合住宅はもう分譲マンションいっぱい作りました。これ以上作る必要ないんですよ。作るのにエネルギーいるんだから。で、それがね、60年なり70年なり80年経過して、まあ運よくね、大きな地震が発生しませんでしたと。それで80年経過した時に、まあ建物を解体する時が来たとしましょう。ガソリンあると思います？この状況で、車の生産量とか増やしてる状況で、どう考えてもないですよ。これは我々は直面している現実であって、それに対して我々は、手を打っていかなければならない。だけども、河川水門回収ダム発電のところとか、まあ、全然誰も手伝ってもらえないし、くれないし、だからもう正直僕も持ってあげ状態ですね。だから、ホームページ淡井圭介の利益の一番からアクセスできる、2024年1月の17日、メモしてください。1月の17日と18日からアクセスできるようになった内容を見てもらったら分かります。その皇室の方たちや国会議員の方たちや、まあ、その、知事、市長で、まあ、要するに、あとは警察官、検察庁、裁判官、ずっと何が起きてるかっていうところを、見てもらって対応してもらわなかったら、僕人じゃ絶対無理ですが、こんなにややこしくなってしまったら。本当に、元手のお金がないから、本当に、交通費とか、切手代とか、会社の登記簿買ったりだとか。で、一番高いのは、こんだけいろんな件を増えてきたら、それ記載するコピー代。この間結局棄却された裁判の件で6万使ってますから、会社の登記簿代だけでまあ何千円か、あと交通費でも何千円かで、あとはもうコピー代が大変。
無理無理無理。だからもう、これで河川水門開始玉発電の特許を実費で出してたのなんだろうって、だからそんなことしてる暇あるんだったら、各自、自分たちで、例えばね、我が天下とか戦国父母の、もう別個、日本語の漢字だと、陳って書いて、あと一文字なんだか忘れましたけども、まあ、江夏豊さんの絵と山、もう何て読むかもう分かんないです、本当に。で、中国語の呼び方。だからそこは、それなりの支払いしてくれたりだとか、もう全部めちゃくちゃ。もう気力もなかなか持ちこたえないですよ、僕。まだ春山整骨院で喧嘩打ってくるようなこと平気で、楽しみながらしてくる連中多いから。喋り方聞いたら分かる。いちいち、こっちは、ね、うるさいから黙ってくれって言ったら、黙ったらいいじゃないですか。建物の中で喋ったらいいでしょ。だけども、外で大きな声を出す。意図的に。これも永遠に続けますから、あいつら。今日撮影した時だけ、その時間帯、17時ぐらいになったらまた出てくる。その時間帯に撮影した時は言ってこない。だけども、撮影してない時は、大きな声で、例えば16時ぐらいに、車で乗り付けてきた時とかに、老人を連れてきた時にね。まあ、車乗り回したらガソリンが消費するんだから、もともといらないんです。ハレマセコスインというものと、あとああいう風に、直接病院に連れて行ったりするのに、ああいうふうな車を利用するっていうのはまだ分かるんですけども、体の体調が悪くてとかでね。だけども、そうじゃないときは必要ないんですよ。歩いて訪問介護すりゃいいから。介護ステーションがこの近辺に、一つの駅の区間の近辺で5箇所以上あるんですから。歩いてすぐばっかりじゃないですか。ね、それ行政がもう20年以上前から言ってるんですよ、僕は知る限りでは。あ、まあ現状はこうですね。だから正直アナウンサーとかも年配の人全員降ろさんかったらっていう考え方にも一緒になるんですけども、それこそ20代そこそこの人間がアナウンサーなんか務まるわけないし、この回はね、マスコミっていうことを伝えてますけど、スポーツアナウンサーはマスコミなんですよ。このエネルギーの残存量問題、しっかりとまず教えてもらえますか。覚えれないんだったらもう現場から外してください。テレビに出さないでいいって言ってるんです、私は。解説とかしなくていいって。その権利ないから。君たちに持たせばダメなの。楽しいだけで先行して生きていこうとするから。ただただエネルギーの消費を知るだけなの。いらないな、あんまりスポーツ業界。だオリンピックもいらないって言ってる。日本人の女子選手がこの間やり投げで金メダル何かの大会でってありましたけども、他の国がもう出なくなっただけ。だそこの出なかった国はよく分かってるんです。やりなんか投げ取ってもあんまり意味ないって。NE の残存量問題と比較して、絶対的にサッカー界もチーム縮小してね、12球団にしてねっていうことを言ってるけども、しないでしょ。だからそれは頭が悪いからなんです。プラス根性ないから。自分が金稼いでいたらいいっていう考え方になってしまってるからそうなんです。そこにファンだの何だのなんか言う権利ないんです。人の命の方が上だから。バスケットボール界も同じ。で、さらに体育館作ってしまった方。もう僕もどっから手をつけたらいいのか分かんない。各自できることをしっかりとしましょう。で、それ裁判で決着つけるしかないから、基本的に。で、国会議員の人たちは自動車の生産量を100分の1にするような法律をすぐに立法しなきゃならない。しないっていうことは自分の、収入のために議員になったとしか思えないっていう話しか、もう私もできない。ここまで、切羽詰まった状況になると。だから次の選挙で、それ公約として言える人は選挙に出たらいいと思うけども、公約として言えないんだったら選挙出るべきじゃない。出ちゃダメ、絶対に。そこにあるのは企業の稼ぎと自分の稼ぎだから、そんな人が議員になったらもう世の中めちゃくちゃになる。もうなってしまった後、ずーっと同じような人がなってる。だから万博とかオリンピックはなくならなかった。もうこれの結論いいんです、本当に。
どうします？だってアメリカも中国もメキシコもブラジルも2022年で、じゃあ2020年の技術的採掘可能埋蔵量11年ぐらいでしょう。もう2014年ですよ。20カ国ぐらいが20年以下ですよ。大体もうぐらい入れなかったら無理だから、僕もいちいち暗記して、国の名前名称あげる。1日のアメリカだけで採掘してたの生産量1000万バレルでしょう。その記事も嘘だった。もう僕もお手上げなんですけども、それ新聞の記事とかでもそうなってたし、テレビの放送でもそうなってたんですよ。けどまあ本当にそれぐらいあるでしょう。なかったアメリカもあんだけ車が出回った後で発展してしまった。だから消費量を見ても分かるし、アメリカとか中国とか日本とか消費量、人口対比で見るとすごくエネルギーを消費してるっていうのは、たくさん車がもう出回ってしまった後、車を作るのにものすごくエネルギー消費してるんですよ。鉄鉱石掘り出すでしょ、掘り出すのにエネルギーが必要でしょ、運搬でエネルギーがいるでしょ、で鉄鉱石分けるでしょ、で次溶かすでしょ、精製するでしょ、全部エネルギーいるんですよ。で、そこから車作るのにエネルギーがいるんですよ。もう正直言って遅れ感とお手上げ感ですね。まだできることを最善を尽くすしかないから、急ピッチでその車の生産量を100分の1以下、世界中どこの国も。すぐしなきゃなんないし、2024年にはガソリン車の販売禁止で、電気自動車で補助金なし。で、家はもう作ってしまった後だから、基本的にみんなそこをできるだけ勝手にしてもらっても、新しく家を作らない。被災地とかは別ですよ。もう1000万件も空き家作ってしまったんですから。で、そこの1000万件の数字って、ボロボロの家とかカウント入れてないですよ。それで公表されてますよ。ずーっと作り続けてんの、建築業界が。それをなぜ行政が止めないのか、僕も全然わかんない。だって、まあ、家の空き家の数は僕は見てた、ニュースウォッチ9と報道ステーションとワールドビジネスサテライトの出演者ぐらいはまだ覚えてるんじゃないですか、しょっちゅう僕は言うから。もうテレビ向かって僕も今嫌やから、僕も。今まで頑張ってた方、無理して。だって、本性ですよ、そのミヤネ屋の、ミヤの、ミヤネ誠司さんに、世界中の自動車生産量8500万台。しかもそれ、EU の一部の国、トラックとバス何台作ってるかわからないのと、南米も全くわからない。その数字と、あと二輪車の数字組み込んだら、1年間の生産量約1億台。もうどうしようもない。数が拡大してる。その数が拡大してることとかを、テレビ出てる司会者レベルが分かってないんですもの。一般人なんか分かるわけないじゃないですか。言ったじゃないですか、もう何年も前から僕は。世界の五大問題って、エネルギーの残存量問題と少子化問題と、建物建てすぎてる問題と、老朽化した家屋がほったらかしになってる件と、あと金属の残存量問題。この5つで物事考えなきゃ無理じゃないですかって。そこの5つをきれいに整合性合わせた解決する策を私は提示していて、それをしっかりと行っていれば、地震が発生する確率も減ってくる。確率っていうのは結局空洞化してるから、秋田県でずっと石油採掘してるから、順番に大きな地震発生して、もう2010年よりもっと前に、2007年8年、それぐらいに新潟県で大きな地震、震度6ぐらいの地震が2回発生してる。で、それがだんだん西まで来てるの。輸送が広がってるから、大きな空間。で、石川県の能登半島で、ね、地面の中は大きな空洞が広がりましたと。ね、
で上からの重みでこれを活断層って呼んでるんですよ。でゴボッとへっこんだと、こう斜めに入ったと、こっちが能登半島、こっちがね別の岩壁、それゴボッと入ったと、で盛り上がったと。で盛り上がってる部分は岩壁層じゃなくて、大体土とかあの砂のところ、だから海岸とかが大きく盛り上がったりしたのは、大体下が土とか砂だから上がりやすい、軽いから、岩壁みたいに一枚ものじゃないから、重たくないから、だから道路とかも盛り上がったりしたところ見たら分かるけども、あのアスファルトの下は土だなっていうのはもう見てて分かるでしょ。液状化のところとかも、どうせ土だなって、岩壁じゃないなって、だからそれが事実だから、まあ、テレビのだから説明、こういうふうにすんなり説明できる人いないでしょ。いつまでたってもまだこの間のニュースライブ正義の味方で出てきたどこぞの大学の教授の人はまたプレートとか言い始めたんですよ。何回も教えたじゃないですか。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の頃のドイツの大学の教授がプレート説、大陸は動いてるってバカなこと言い始めたって。で、第二次世界大戦で日本とドイツとイタリアが負けて、そこの大学の教授だったドイツのバカなこと言ってる奴がいるから、そいつテレビで公開したり、インターネットで公開したり、もうその人は大部分死んでるんですよ。第二次世界大戦の後ぐらいの、すぐぐらいの頃に。死んでます。亡くなってます。で、プレート説っていういい加減なことをテレビで放送したら、世界中で、あとインターネットで公開したら、世界中で信じる人続出。自分の頭で物事考えないから。地球の中心に重力があって、地球は同じ方向に回転していて、テレビで今までどんなことを放送してました？土である地面が、ね、右と左から大陸は入り込んで、地球は同じ方向に回転してるのに、重力があったとしても同じ方向に動くから右側と左側から大陸は入ることはありません。バネのように弾いて地震が発生した。こんなこと言ってたんですよ。土がバネのように弾くと思います。砂場で遊んだことあります？幼稚園児ぐらいの頃にみんな分かったでしょ？保育園児ぐらいの頃に。ね？そんなことがインターネット見ただけでわけわかんなくなるの。大人が。テレビの報道を見たら。自分の頭で考えなくなったら。いい加減なことばっかり言ってたのが大学の教授なんです。これが事実。だって今でもまだプレート説とか言い始めたんだから。空洞化してるんだから、ね、上からの海水だとか、そういった重み、何千トン、もしくは場所によったら、山岳部隊とかは、山岳地帯とかは、万を超えるトンだと思います。下空洞化してるんだから、ちょっとした地震とかでもだんだん亀裂が入っていくことぐらい分かるじゃないですか。だからもういずれ、ゴボッとなる。ね。で、間に入り込む。隆起する。簡単じゃないですか。だんだん西の方に来てるんですよ。秋田県で採掘していて。で、鳥取の方でメタンハイドレートを採掘してますけども、今から例えば30年後とか40年後、もしかしたら大地震、まあ、もう発生すると思っておいた方がいいと思います。で、東京都や群馬、千葉、神奈川、まあ、要するに関東の一帯のところですね、昔からガスの採掘を行っているから、まあ、そのあたりも空洞化が広がっているはずですよ。まあ、ガスの圧力は最初の頃どれぐらいで、今どれぐらいなのかのところまで調べたら、答えはちょっとは変わるかもしれませんけども、基本的には空洞は広がっているはずですよ。圧力も抜けている。ガスがパンパンに詰まっていた圧力は。それはそうでしょう。何十年も採掘してるんだから。どれもこれも簡単な答えですよ。そのプレート説でまるで採掘してる人たちが訴えられたら困るような形にしか私には見えないですね。だから言ってたんじゃないですか。裁判だったら困るからとか。だけどもそれは今採掘してる人たちを責めてるんじゃなくて、そういうメーカーさんたちをね、これはもう世間に言った方がいい。で、消費してる我々に、消費者にも責任があるっていうことを、みんな明確にして言ったらいい。そしたら、自然と、車買う人は減るでしょうし。そんなにたくさん家できてたんだったら、もう新しく作んなくていいなってなるでしょうし。だから本当の情報だけを公開してればいい。解決策も提示した。だけども、テレビ局も議員も動かないんだったら、もうどうしようもないです、この国。あと経済界もね。
この大きな3つのところはどこも動いてないんですか、その方向で。以上です、テレビ出る前にね、その世界の5大問題とはしっかり覚えさせてからテレビ出させてください。それは、バラエティだろうが何だろうが同じですよ。その番組ばっかりしか見ない人結構多いから、バラエティとかドラムとかね、そういうものしか見なくなった人多いですから。でそういう人たちが一番世の中のこと分かってないから、そこで出演者とかが分かってなかったら言うことは間違えるでしょ。テレビ見てる人は間違えるでしょ。これぐらい簡単な仕組みなんですよ。で公務員の人でもこういうこと分かってない人の方が圧倒的に多かった。これが事実なんです。以上です、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もうテレビやむかっていうの僕も嫌です、本当に。そんなことで睡眠不足にさせられるんだったらって、もホームページであれだけ同じこと書いて YouTube でも言ってるのに、対応策まで示してんのにね。もう大学なんかなかったらいいじゃないっていうのが最終結論ですよ。税金使っての金稼ぎとかそういうことばっかり覚えるから、無駄にエネルギーの消費とか。だから本当は二十何年前から国会でも多くの人たちの話はもう固まってたんですよ。自民党をもう自民党から分裂する前のその民主党の人たちも、まあもともと自由民主党なんですけど、一つの党、名前を分けただけ、文系文系で、みんな意見固まってたんですよ。もう各自自分の国のことは自分ですると。あんまり海外との往来も増やさないっていう形で、26年ぐらい前に決まってたんですよ。まあまあ、それをしっかりと世間に何回もテレビで開示して言うことでしょうね。もう年に100でも200でも言わなきゃこれ何も変わんないですよ。100、200言っても、本当に仕事忙しいと、家帰ってきたら、食事して風呂入って寝る、もうそれだけになるから、テレビほぼ見ない人の生活、あとは SNS とかインターネットとかあって、でそこでもそういうこういう本当の話ばっかりの記事にしなきゃならないし、それしなかったら無理です。もう僕の年代から絶対、石油とガス急に極端に輸入できなくなります。間違いなく消費は加速してるんです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。今も20代とかもそれ以下の人たち、はっきり言ってもう絶望的です。もう申し訳ないですけども、本当のこと最初から教えてあげといた方がいい。そうじゃなかったらもっと前から本当のことを知りたかったになるから、その日が来た時に。以上です。